ヤドランカ・ブライサ・ブリエビッチ=コソルは、パクラツ出身のクロアチアの政治家であり、元ジャーナリストである。2009年7月に、クロアチアの首相イーボ・サナデルが辞任したことにより、同国で初めての女性首相となった。ヤドランカ・ブライサ・ブリエビッチとして、クロアチア東部のパクラツに生まれ、リピクの小学校を卒業した。その後ザグレブに移って法学を学び、1972年からジャーナリストとなり、ベチェルニリストとザグレブラジオの特派員として働いた。1971年、詩集、コラツィが、マティツァ・フルバツカのパクラツ支部から発行された。クロアチア紛争の間、ラジオのジャーナリストとして、難民や傷痍軍人などの戦争に関する話題を番組で取り上げた。またこの間、一時的に英国放送協会の特派員も務めた。その紛争に関する仕事に対して、クロアチアジャーナリスト協会や欧州共同体から表彰を受けた。コソルは、二つの詩集と二つのクロアチア紛争に関する書籍を出版している。一人の息子を持ち、また英語を流暢に話す。1995年、クロアチア民主同盟の一員として、クロアチア議会の議員となった。また、クロアチア議会の副議長も務めた。1999年から2000年まで、HDZ のカタリナ・ズリンスキ女性協会の会長も務めた。コソルは2000年クロアチア総選挙において、HDZ の女性候補者数を2倍に増やした。コソルは1995年から1997年、2002年から2009年まで HDZ の副党首を務めた。また、2003年からは、イーボ・サナデル内閣で副首相、家庭、退役軍人、世代間連携大臣となった。2005年クロアチア大統領選挙で HDZ はコソルを大統領候補とした。第1回の投票では3位のボリス・ミクシッチを僅差で下して第2回投票に進んだが、第2回投票ではスティエパン・メシッチに敗れた。2009年7月、イーボ・サナデルが首相及び HDZ 党首を辞職したことに伴い、その後任として HDZ の党首となった。2009年7月1日、クロアチア首相のイーボ・サナデルが辞職し、後任にコソルを指名した。7月6日、クロアチア議会は、コソルの首相就任を賛成多数で承認し、コソルは、クロアチア初の女性首相となった。2011年12月4日に行われた、下院選挙では、野党連合に敗北し、同年12月23日に首相を退任した。2008年、北京パラリンピックの開会式に出席するために、中華人民共和国の北京を訪れ、胡錦涛主席と会談した。ありがとうございます。